おい、パパ、さっきはそのごめん、私も言い過ぎた。距離を縮めるにはやっぱり呼び方が大事だ。可愛らしい愛称で呼べばいいんだ。お前がナルトを呼ぶとき、ウスラトンカチって呼ぶだろ。あれは親しみがあってすごくいい。試しに娘のことをこう呼んでみろ。ピーナッツ。は？お前は俺の可愛いピーナッツだ。私、豆じゃないんだけど。パパさ、今日一回も私の名前呼んでないよね。もしかして娘の名前も忘れちゃったとか？何を言ってる。サラダだろ。へえ、一応覚えてたんだね。さらに女の子を必ず胸キュンさせる技を教えてやる。どんなにツンケンしていた娘でも立ちどころにドラニャーンって子猫みたいに甘えてくるんだ。その技というのが、だから何？別に寒くないけど。今日のパパうざいよ。